茶バーベアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今台湾で中国共産党による浸透工作が進んでいる、国策企業が乗っ取られて大騒ぎになっているというニュースが出ておりますが、今度は軍事関係のスパイ案件が出てきましたのでご紹介いたします。ちょうど日本語のニュース記事がありましたので読み上げて解説したいと思います。ロイターの記事より、タイトル、台湾中国のスパイめぐり元国防次官らを調査、関係筋。関係筋が28日明らかにしたところによると、台湾当局は中国のスパイと接触した疑いがあるとして、張鉄平元国防部副部長、国防次官に相当のほか、現役や退役した軍司令官を調査している。台湾のオンラインメディア共週刊によると、元副部長らは中国の中央軍事委員会の香港代表と連絡を取り合っていた疑いが持たれている。張鉄平元副部長は国防大学の校長を務めており、近年スパイ容疑で調査対象になった人物としては最高位となる。ちなみに国防大学は名前から想像できるように士官養成学校のようなところで、軍隊とは密接な関係を持つポジションであることには間違いありません。スパイ工作もいきなりトップクラスの人に接触できる可能性は低いですから、地道に上へ上へと人脈をたどっているでしょうから、ここまでの最高位の人物にも手が届いているというのはかなり深刻な状況と言われております。続けます。元副部長は共週刊の報道についてこじつけだとの声明を発表。私は何十年も軍人を務めており、秘密を守る習慣が常に身についている。許可なく軍事上の問題を話したことはないと述べた。元副部長は身柄を拘束されていない。これに関しては台湾の軍隊上層部を怪しいと思っている人にとっては何かを隠していると考えるでしょうし、人柄が良いと言われる張副部長と仲のいい人たちは接触はしたが機密は漏洩していないと主張すると思います。まずは調査結果が出るまでは推測の域を脱することができないということになります。ただ台湾の軍人ネットワークは一般社会にいる人々よりは狭いと言われ、面識のない人に会うこと自体、警戒心のある人であればそれなりの心構えで人と会っていると推測できます。続けます。台湾国防部は中国共産党の情報機関が仲介者を通じて軍司令官への接触を試みたが、軍事上の機密情報は漏洩していないとの声明を発表。兵士や家族の反スパイ教育を積極的に強化していると表明した。これも台湾の国防部を戦前の大本営のように不祥事を隠す体制のため、声明は虚偽だとか疑わしいと思っている人にとっては漏洩があった可能性が高いと指摘すると思いますが、先ほど述べたように調査中であるため結論を出すのは早いと思います。続けます。中国国防省のコメントは取れていない。中国国防省がはい、浸透工作してましたなんて言うはずがありませんが、一応確認は取ろうとしているみたいですね。続けます。共週刊によると、中国の中央軍事委員会の香港代表は台湾を訪問し、元副部長と複数回食事をした。香港代表は元副部長の夫人の香港旅行も企画したという。元副部長は旅費は自分で払ったと主張。兵士や友人と食事する際は機密情報に関するルールを常に厳格に守っていると反論した。こちらは張副部長を落とすのが難しいと判断したために家族から取り込もうと工作したことがうかがえます。で、実際に夫人は香港旅行へ行ったようですし、食事も複数回行っているので疑いをかけられるのは当然かと思います。はい、以上が台湾国防上最大のスパイ案件かという言われるニュースの記事でした。さて、まず最初に強調することとしては、このニュースは現段階ではまだ調査中であり、このニュースや関連情報を使って結論が出たかのように話を進めるのは良くないということであります。もちろん居酒屋で仲間と話す程度であれば全然問題ないのですが、そして大切なこととしては、このスパイ案件が本当だったとしても、誤報だったとしても、蔡英文総統、頼清徳副総統が国家運営を任されている限り、台湾は中共とズブズブなのだから距離を置くべきだという主張をしない方がいいということ、
そしてこの情報から日本はどうやっていくべきなのかを考える、つまりは人の振り見て我が身を直せということだと思います。なお何事にも警戒するのは構いませんが、今台湾と距離を置くことは最終的には中国共産党を利することになりますので、そういう点も踏まえてコメントをいただけるとありがたいです。さて張副部長ですが、先ほどもちょこっと述べましたが、台湾の軍人の交際範囲というのは非常に狭いと紹介しました。ですので初めて会う場合はそれなりに警戒しているはずですが、私利私欲に走るような人物であれば美味しい話に引っかかり国防機密を渡してしまうということは十分に考えられると思います。ちなみに軍関係者の話ですと、張副部長の人柄は非常に立派な方で私利私欲に走るような人物ではないという声も上がっております。まあどうなんでしょうかね、外見だけを見ると悪そうな人には見えないですし、2016年蔡英文政権になってからも昇進したり、蔡英文政権として軍の責任ある地位に就くことを任命しているので、ある程度の身辺調査はしていると思われます。そして何より軍幹部の身辺調査にはアメリカも関わっていると言われ、米軍による身辺調査で問題なし、または白に近いグレーだという結果が出たから、昨年 F-16 や M-1 戦車などの比較的新しい武器売却を決定したと推測することができるようです。また記事内では解放軍関係の香港代表と会ったというふうに表現されておりましたが、当初は香港のビジネスマンという形で接触したようで、その後その人物の背後に中共中央軍事委員会があることが分かったようです。そしてこういう人物に会ったことをすでに総統府など関係機関へ報告しているようですので、これからどうなるか続報が待たれるところであります。なおアメリカ政府としては2016年に蔡英文総統が誕生する前までは台湾の国防関連の組織は非常に黒い存在であったと認識していたようで、特に馬英九時代は中共による浸透が一番進んでしまったとも言われておりました。しかし蔡英文総統就任が確定してからはアメリカ政府は蔡英文政権に軍の改革を促すようになり、蔡英文総統も対中共という点で今までスパイの温床であった退役軍人に関してスパイ行為が発覚したら年金などの福利受給資格を剥奪するなどの対策も行い、ゆっくりではあるものの改革が行われております。年金受給資格剥奪って退役軍人には結構大きい処罰なのかなと思うのであります。日本ってどうなんでしょうかね、仮に機密漏洩の罪で捕まり刑務所に入ったとしても厚生年金受給資格剥奪なんてことはないと思うのですが、ご存知の方がいれば教えてください。さて私としては今出てくるスパイ案件、今後出てくるスパイ案件に関しては膿を出しているところであり、この事象をもって台湾は中共とズブズブだと論じるのは言論人であればやってはいけない発言だと考えるわけであります。台湾批判で知られる某言論人は数十年前の台湾の海軍の不祥事ラファイエット事件を持ち出して台湾が中共とつながっていることを強調しておりますからね。ちなみに戦前中国において国民党と共産党がバチバチ火花を散らしていた頃でさえ、国民党の軍令部には中共スパイが何食わぬ顔してわざと日本との戦いに負けるなどして国民党軍の勢力を弱める工作をした人物もいるくらいですので、中共のスパイ工作には気をつけなければならないということには変わりはありません。はい、本日は以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると今後の動画作成の励みになりますので、ぜひぜひお願いいたします。そして最近動画がおすすめとして上がらない事象が続いており、チャンネル登録しても通知が来ないという事象も発生しているようですので、ベルマークを押していただけるとなお嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。